私の名前は伊集院茂雄。拷問に精通し、拷問を生業とする闇の世界の住人だ。この日本は世界有数の治安を誇る国だ。強盗容疑で逮捕する。くそ、あと少しだったのに。警察だって犯人の検挙率の高さは先進国でも類を見ないほどに優秀だ。しかしそんな日本でも法で裁けない悪は存在する。俺が悪かった。助けて。聞こえんな、悪党の鳴き声は。そんな下道どもに鉄槌を下すのが拷問マイスターだ。そんな私の噂を聞きつけて、今日もまた被害者がやってきた。どうぞ、体が温まれば心もほぐれます。いただきます。その心に尽きぬ憎悪を秘めて。依頼者は初老の女性だが、ひどくやつれている。身内を失ったか。伊集院さんは少し前に N 県で煽り運転事故があったのを知っていますか？ええ、確か両親と小学3年生のお子さんが亡くなったとか。彼女が挙げた事故は数ヶ月前、サービスエリア付近で起きた事故だ。なんだあの車は。後ろからずっと煽ってきて。あなた、家族連れの乗用車が後続の高級車から必要な煽りを受けたのだ。後ろから高速で追い上げられ、速度を出すしかなかった乗用車は。パパ前。あ、ハンドル操作を誤り分離帯に激突。車は大破し、家族も全員亡くなった。事故から数日後、犯人の増田という男は最寄りの警察署へ自首。増田容疑者は仕事でイライラしてやってしまった。被害に遭われたご家族には申し訳ないと。ニュースでは反省の色も濃いと報道されていたが、この依頼者は被害者家族の夫の母親だという。息子たちの無念を晴らすため犯人を裁いてほしいのです。ですが加害者はすでに逮捕されています。司法の裁きを受けた者を狙うのは。すると依頼者の口から信じられない情報が出た。いいえ、逮捕されたのは奴が立てた身代わりなんです。なんですって。真犯人は某大企業の御曹司で、隠蔽を仕組んだのは絵描き屋というプロだと。息子の親友は記者で事件を追ってくれていました。それで偶然このことを知ったと。どけよ愚民ども。その男は反省の色もなく、今も高級車で馬鹿げた運転を繰り返しているらしい。そういうことならば是非もない。わかりました、今回の依頼お受けいたしましょう。よろしくお願いします。法で裁けぬ悪を打つのが我が使命。相手にとって不足はない。翌日、依頼者から情報を受け取った私たちは、真犯人が出没するクラブへ出向いた。ここか、随分と悪趣味な場所だ。ここは警庁でもことさら柄の悪い店で、ドラッグや裏取引の舞台に使われています。なるほど、クズが潜むにはうってつけというわけだ。1時間ほど待つと、一人の男が紙袋を片手に現れた。いいのが手に入ったぜ。バカ女にやらせちゃおうかな。間違いない、やつだ。堂々とドラッグの入った袋をぶら下げるとは、聞き死に勝るバカ息子だ。まあ好きだらけなのは好都合だ。誰が。バカを地獄に送る案内人さ、さっさと回収させてもらうとしよう。拷問室で目を覚ましたやつは口汚く言葉を吐き出した。俺の親父を誰だと思ってんだ。てめえらを消すことなんてわけないんだぞ。その年になってまだ親だよりか、情けないやつめ。貴様、煽り運転で罪もない一家を死に追いやったことに思うことはないのか。あんなところでちんたら走ってるやつが悪いんだ。それに犯人は用意してやったろうが。用意してやっただと。それはただの犯罪行為だろうが。俺は犯罪をもみ消せるんだ。てめえらも地獄に送るからな。罪のない人を殺めておいてこの態度、もはやこいつに生きる資格などない。クズ野郎、貴様にふさわしい死をくれてやる。何を。私は手にしたハンマーを奴の右肩へ容赦なく振り下ろした。続いて両肘、もう一方の肩も砕いた。次は両膝だ。静かにしろ。いない。おいクズ、少しは反省したか。家族の無念は分かったか。反省しました。申し訳ありません。だから助けて。ああそう、反省しても拷問は終わらんがな。続いて私は両膝を完全に破壊した。さらに腰の骨も粉々に打ち砕いた。これで軟体動物の出来上がりだ。ルカワ、次はこいつを貼り付けにする。こちらにできております、先生。木製の車輪へデクのようになったやつの体を縛り付けた。起きろ間抜け、死ぬにはまだ早いぞ。いない
痛い、何これ。これは車輪刑といってな、中世ヨーロッパで行われた最も重い刑罰だ。これは拘束した罪人の四肢を打ち砕き、見ての通り車輪へと貼り付けにする刑罰である。どうだ、車で他人の命を奪った貴様にはふさわしい刑罰だろ。イカれてる。私が殺すのは下道のみ。善人を殺めた貴様に言われたくはないな。本来の形はこのまま死ぬまで野ざらしにするんだが、あいにくとそんな悠長にはしていられない。見ろ、あれがお前を地獄に送る処刑人だ。この中に落ちてもらう。なのでこいつには生きたままネズミの餌になってもらう。助けてくれ。大きく口を開けない方がいいぞ。内臓から食われるからな。忠告も虚しく、男は内臓を食い散らかされて死んだ。これで今回の仕置きは終わりだ。いつも通り時期が来たらネズミの駆除を頼む。承知しました、先生。奴の遺体はネズミたちがきれいに食ってくれるから問題ない。しかし、イカれているか、指摘されたのは久しぶりだ。だが、そんな私だからこそ、やれることがある。人の皮をかぶった悪鬼どもを葬るためなら、この心を地獄へ落とそう。そう、どこまでも。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では、人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。